リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。水回りリフォーム予算200万 VS300 万でどんなリフォームができる？はい、このリフォームの仕事をしてますと、はい、水回り4点、つまりお風呂、キッチン、トイレ、洗面台、はい、この4点について、はい、予算200万でリフォームしたいとか、300万でリフォームしたいとか、はい、この金額帯の予算でリフォームしたいという人がめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。あ、そうなんですね。はい、ただ一方で、はい、当たり前ですお金を出せば出すほどいいものに変えられますし、はい、逆に予算限られれば限られるほどできることは限定されるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、なので今回ご紹介したいのは、はい、200万と300万で、まあ、どんなリフォームができてできないのか、まあ、そういったところを学んでいただける動画を作りたいと思っています。はい、なので、まあ、予算200万でこんなお風呂です、予算300万だったらこんなお風呂ですっていうところを、まあ、それぞれ比べていきたいと思います。リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。でまずお風呂ユニットバスについてご紹介させていただこうと思うんですけども、はい、予算200万円の場合は今画面に映ってますリクシルのリノビュー P というものが入れられると思います。はい、まあ、こちらのリクシルのマンションユニットバスになるんですけれども、はい、リノビオには P と V っていうのがございまして、うん、これ何が違うかというと、はい、大きくは浴槽と床が異なってます、ね、あ、そうなんですね。はい、で浴槽に関しては、はい、リノビオ V になりますと、はい、人造大理石の浴槽になるんですけども、はい、こちら P になりますと、はい、普通の FRP 強化繊維プラスチックってことで、あ、まあ、ちょっと弱いんですよね。なるほど。はい、で見た目も人造大理石の方がいいんですけども、うんうん、まあ、それでも標準品になりますと。で床に関しても、はい、ちょっと高いリノビュー V になりますと、はい、断熱材が入ってて汚れが落ちやすい床になるんですけども、はい、まあ、そういった機能がついてない標準的な、うんうん、はい、樹脂製の床になっております。はい、まあ、その他、まあ、水洗であったりとか、まあ、細かいところが、まあ、ちょっとグレードダウンしているわけなんですけども、うん、普通に使っていただく分には十分なお風呂になっております。はいはい、一方で予算300万になりますと、どういったお風呂が入れられるかお伝えさせていただこうと思います。で今回ご紹介するのが、はい、高等のサザナ、うんうん、はい、でサザナって言っても、まあ、先ほどのリノビオと同じような感じで、はい、値段抑えたサザナから結構、ね、サザナがこんな値段するのっていうサザナとかいろいろあるんですけど、はいはいはい、それ結局はそのサザナの中で仕様どういったものを選ぶかっていうことに変わっていきますと、はいはい、で今回ご紹介するのはこのサザナの中でもあのかの有名なほっからり床がついていないものもあれば、はい、ついているものもあるんですけど、はい、例えば先ほどのリノビオ P に合わせるんだったらほっからり床がついていないからり床ってあるんですけど、ね、そちらは当然値段は下がりますと、はいはい、ただもちろん予算300万ですのでほっからり床ついているもので見てますと。でその他水洗もグレードアップしてますし、はい、何よりも浴槽が先ほどは、ね、FRP の200万だったらちょっと FRP ぐらいがちょっと限界ですねっていうのをお話ししたんですけども、はい、予算300万になりますと、はい、人造大理石の浴槽も、まあ、選べるようになってくるかなというふうに思います。はいはい、見た目でも全然変わってきますね。はい、でこれは何か違ってくるかというと、はい、人造大理石で一言に言うと、まあ、いろんなメーカーが今いろんな定義でやってるわけなんですけども、はい、アクリル系の人造大理石なんですよ。はい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 、まあ、通常その FRA これポリエステル系なわけなんですけども、うん、アクリル系の人造大理石になることによって、はい、丈夫で傷がつきにくくて、はい、まあ、そこに汚れが入りにくいので掃除もしやすいと、うんうん、で見た目もラメが入ってて綺麗と、うんうん、はい、まあ、そんだけやっぱり大きく変わってくるので、はい、まあ、正直なところこれは絶対僕は外せないオプションかなというふうには思っております。はいはい、でその他に大きく変わってくる点といたしましてはこの予算300万の場合これはあの浴室暖房乾燥機、はい、浴室暖房乾燥機、はい、のガス式のものをつけたもので見てますと、はい、浴室暖房乾燥機っていうのは、まあ、浴室を温めたりであるとか、まあ、衣類を乾かしたりであるとか、うん、あ、まあ、そういったためのものなんですけども、はい、電気式とガス式ってあるんですよ。はいはい、で電気式ってのは、まあ、電気で、まあ、温かい温風を出してお風呂を温めたりとか乾かしたりするんですけども、どうしてもちょっとパワーに難点があるんですよね。へ、はい、で一方で、はい、ガス式のもの、はい、給湯器で温めたお湯を循環させて熱風を出すんですけれども、うん、こっちの方が、まあ、より早くより高温を出すことができるので、まあ、
もしどっちつけられるってなったら、値段とか気にしないんだったら、蚊はこの浴室暖房乾燥機ガス式の方をつけるようなものを、まあ、今回予算300万のつけてもので見てますと、うんうん、そんな違いがあるんですね、はいはい。まあ、こういった形で、はい、もちろんこの、ね、浴室暖房乾燥機いるいらないとか、うん、各方によって変わってくると思うんですけど、はい、まあ、一つのご参考として予算200万だったら、まあ、こういうようなもの、予算300万だったらこういった浴室暖房乾燥機のガス式もつけられるよっていう風な感じで、はい、見ていただけたらと思います、はいはい。じゃあお風呂、はい、今お話したんですけど、次ご紹介するのがキッチンですと、はいはい。でキッチンは両方同じリクシルのシエラでは見てます。あ、そうなんですね、はい、同じものを使うってことですか、はい。でこれもサザナと同じで、はい、ただどちらかというとそうですね、ユニットバスよりもキッチンの方が同じグレードのキッチン、うん、同じシエラを入れたとしても、はい、オプションによってかなり値段は変わってきます、はいはい。なるほど。じゃあどういった点が変わってくるのかというと、予算200万円の場合は、はい、まあ、ほぼシンプルな仕様ですと、はい。でどういった仕様かというと、まあ、スライドストッカーといって引き出しタイプにはしているんですけれども、はい、その他コンドについては、はい、ホーローコンド、はいはいはい、まあ、今で言うとガラストップコンドって言って、そのガラスの膜を張ってるようなものが、まあ、標準というか、まあ、多くて、まあ、そっちの方が掃除がしやすくて、はい、まあ、見た目も綺麗っていうものになるんですけれども、まあ、どっちかというとこう傷がつきやすくてちょっと汚れが落ちにくいそのホーローコンドを入れてみたりであるとか、はいはい、大きな違いで言うと食洗機がなかなか、あ、はい、予算200万までで、あとお風呂と洗面とトイレみたいにやろうと思うと、なかなかちょっと新規ではつけることは難しいんじゃないかなと、うんうん、だいたいこの食洗機を、はい、まあ、新規でつけたいっていう人やっぱ多いんですけども、はい、それを入れようとすると、まあ、器具の値段とベッド、うん、電気工事、こういったものがかかってきますので、はいはい、そうするとやっぱ10万ぐらいは変わってくるようなイメージなんですよね、はいはいはい。そういった意味ではちょっとなかなかそこをつけていくと、うん、予算200万まででお風呂、キッチン、トイレ、洗面っていうのは難しいので、ちょっと今回省いているような、はい、なるほど感じにはなります、はいはい。これが、まあ、予算200万で入れられるキッチンになります、はい。じゃあ一方で、予算300万になると、はい、どんなキッチンが入れられるのかご紹介したいと思います。で同じシエラではあるんですけれども、はい、いろんなオプションが充実させることができますと、はい、で例えばなんですけれども、先ほどお伝えした食洗機、はいはい、これを新規でつけることができます。ありがたいですね、はい。でその他、まあ、あとはね、正直この予算300万っていろいろフルフルでつけてしまうとすぐパンパンになって予算オーバーしちゃうので、はいはい、ちょっと何とも言えないところもあるんですけど、まあ、今回ご紹介する事例ではどういったことをやってるかというと、はい、レンジフード、お、レンジフード、はい、でこれお掃除しやすいものを選んでおりまして、はい、先ほどの200万の事例ですとフィルターがついてるんですよね、はいはい。でそのフィルターが結構汚れ、油汚れがついて掃除が大変っていうところがあるんですけども、値段が高いものになりますと、はい、フィルターレスというものがあるんですよ。でフィルターレス、はい、あの嫌なフィルターの掃除から解放されてる、ね、それありがたいですね、はい。でこのファンが、はい、先ほどの、レンジフード200予算200万の標準品の場合はこうネジでくるくるくるって外して初め取れるって言うんですけど、はい、この300万のものになりますとこうワンタッチでカチッって外せるような、そうなんですね、はい、ワンタッチ、ね、はい、着脱ができるというものになっております。まあ、その他ファン自体も油汚れがつきにくいようなフッ素加工がされていたりする、うん、まあ、あのレンジフードがついていたりであるとか、で今回ご紹介する事例では、まあ、水栓なんですけども、うん、ハンズフリー水栓ということで下に手をかざせば出てくると、はいはいはい、いうようなものになっておりますし、浄水機能もついております、うんうん。でシンク周りもどうしてもこうステンレスの、そうですよね、はい、シンクっていうのはすごい変わったなと思います、はい、どうしてもこう傷がつきやすくて、はい、汚れがそこに入り込んでしまうんですけれども、カウンターに合わせて人造大理石のシンクにすることによって、うん、まあ、見栄えもかなり良くなってますし、良くなってます、はい、まあ、傷や汚れに対しても、まあ、かなり丈夫になっていると、はいはい、落ちやすく清掃性も高いようなものになっております。あとは内装工事とかも入ってますね、うん、クロス張り替えのあれであるとか、はい、照明の工事、はい、そういったのも入った、キッチンにリフォームすることができます、うん。じゃあ次洗面台なんですけれども、はい、予算200万円の場合は結構ね、この予算200万円、300万円で差が出るところとして、洗面台という一つ値段の差が出てくるところじゃないかなと思うんですけれども、ね、はい、予算200万円でやるのであれば、だいたいこう、リクシルでいうと、オフト。オフ
トという普及価格帯の洗面台を入れることが多いと思います、はいはい、でこういったものになりますと正直洗面台本体の値段としては、まあ、10万しないようなものかなり、はい、お値段的には、はいはい、ただあの陶器の洗面ボールになって、うんまあ、どうしても今樹脂製がメインなんで、はいまあ、どうしても陶器の洗面ボールになってデッキ水洗といって下からどうしてもその、ま 水垢が水洗の周りについてしまうんですけども、はい、そういった洗面台だったりだとか、はい、あとは何も収納ですね。収納が引き出しタイプ選ばれる方多いんですけども、はい、その中で開き戸、ああ、なるほど、はい、どうしても下の方にこう置いて上の方がデッドスペースになりますやつ、はいはいはい、でどうしても嫌な匂いがこもってしまうので、うん、ちょっと使い勝手がまあ悪いってことですね、まあ、そういったものだったら入れることはできますと、はいはい、いうところです。一方で、はい、予算300万の場合ここに差が出ますということをお伝えしたと思うんですけれども、まあ、今回ご紹介するのがオクターブ、オクターブ、はい、で幅も、まあ、正直その75センチ、90センチ、100センチ、120センチってあって、はい、サイズも小さいものも大きい方が当然値段は上がるわけなんですけども、はい、先ほどご紹介した、オフトは75センチでご紹介したんですけど、はい、100センチ、まあ、幅広のものも入れられたりするかなというふうに思います。かなり大きくなってますね、はい、でこのオクターブになりますと何よりも違いとしては引き出しタイプになってますと。あ、絶対そうですかね、はい、このやっぱり洗面台の引き出しが、まあ、あの使いやすいもの、うん、より多くの収納量を入れられるものってなると、はいはい、このオクターブであるとかリクシルでいうとクレル、うんまあ、この辺のまあ商品を入れたいと思うんですけども、はい、こうなってくると洗面台のものだけでも30万ぐらい、先ほどのオフトだとまあ10万しなくても入れられたりするっていうのをお伝えしたと思うんですけど、はい、ものだけで言うとね、はいはい、ただこの、オクターブとかクレービーこういったものになるとものだけでも30万、うん、確かに、なら他のいろんなオプションをつけていくと40万ぐらいかかったりとか、はいはい、するようなものになってます。で当然こういったものですとちょっと工事費も上がったりするので、はいまあ、ここで200万と300万で、うん30万ぐらい結構金額差は変わってます、はい、だいぶ変わってますね、はい、ただやっぱりそれだけ物としていいので、例えばこう水洗も、E グレードのものになるとデッキ水洗って言って、はい、この洗面ボールから生えてるんじゃなくて、はい、上からこう塗水されるような、はい、ものになりますと水垢がたまりにくかったりしますので、はい、なるほど、はい、そういったものを入れたいと思われる方は予算200万じゃなくて300万円で、うんはい、考えていただく必要があるかなというふうに思います。大体この洗面台単体であったとしてもこの予算300万で考えているようなものは工事費とか含めて洗面台の内装工事も含めて工事すると大体こう50万ぐらいの予算で見てもらうような感じなので、はいはい、なかなかやっぱり200万円だと対応できない感じになってきますね、はい、で最後トイレ、はいはい、でトイレはね正直ね予算200万も300万もねこのお風呂、キッチン、洗面、トイレの中ではそんなに差はないです。まあ、差はないながらもというところで見ていただけたらと思うんですけども、はい、予算200万円で考える場合は、アメージュ Z っていう、まあ、これよくある一般的な、はいタンクと便器が分かれているタイプの、はいはい、ものに、まあ、いろんなものがあるんで一番安いものでいうと、はい、温水洗浄便座パナソニック製のこの袖にリモコンがついているようなのももっと値段を抑えられるんですけども、まあ、予算200万提案するとしたら壁付けのリモコンでボタンピッと押したら流れるような、はいまあ、それぐらいで提案するかなと思います、はいはいはいまあ、それが今映させてもらっている事例ですね、はいまあ、こういったものだったら比較的値段を抑えられるかなというふうに思います、うん、一般的なものですね。そうですね、まあ、ただトイレって正直、まあ、高かろうが安かろうがトイレはトイレなので別に用を足すというところではそんなに大きくは変わるところではありません、はい予算300万でご提案させていただくとしたら、まあ、どういったトイレでご提案するかというところなんですけれども今回ご紹介するのは TOTO ピュアレスト EX とアプリコットという温水洗浄便座のセットでご紹介させていただければと思います、はい、でこちら何よりもこのフォルムが丸みを帯びてておしゃれというところで、うん、おしゃれですね。あまり見ない形です、はいはい、トイレのタンクっていうと大体こう角張ってるイメージじゃないですか、うんはい、ただやっぱり丸みを帯びてて洗練されたデザインがこのピュアレスト EX の特徴でして、うん、まあほぼ別に正直トイレとしての機能は一緒なんですよ。角張っては何しようが、はい、トイレとしての機能は一緒なんですけども、はい、やっぱりデザイン性がいい分値段はタンクよりもちょっと値段高いです。あ、はい、2、3、まあそれでもそんな高ないですよ。まあ2、3万もうちょっと変わるかな、はい、まあ
そんな10万も20万も変わるようなものなんです。そうなんですね、あんまり変わらないです、はい、どちらかというと、はい、トイレの場合は値段変わるのは便座です。便座、はい、はい、まあ、あの温水洗浄便座です、ね、あ、なるほど、ウォシュレットっていうのは TOTO の、まあ、商品製品名になるわけなんですけども、はい、まあ、その中でも TOTO でも温水洗浄便座ランクがいくつかあります、はいはい、でこれ S っていうシリーズと、まあ、アプリコットっていうその上位のものがあるんですけども、まあ、アプリコットで、はい、見た時の便座になります、うんうん、はい、でこれだとまあ予算300万で考えるとこれを入れるかなって思うんですけども、まあ、これになりますと、はい、何よりも形がスリムです。お、はい、便座自体の形がスリムです、はいはい、これ何かというと予算200万で考える時の一般的な便座というのはこの後ろの立ち上がり部分が立ち上がり高いんですよ、まあ、かなり便座の厚みがあるんですよ。お、はい、でこれ便座の厚みなぜあるかって言ったら、はい、まあ、あったかいお湯出すじゃないですか、うん、お湯を最初から作って溜めとくためにこの高さが必要なんです。そうなんですね、貯湯タイプって感じです、はい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 、で一方でこれアプリコットとかってこの便座の後ろ この立ち上がり部分の厚みがちょっと薄いんですよ、うんうんうん、これ何かというとお湯を溜めないんですよ。どういうことですか。先ほど その予算200万の方はお湯を溜めるところがあるからここの厚みがあるって言ったり、はい、便座の後ろ部分のね、けど予算300万の方は溜めない。これどういうことかというと、はい、出すときに瞬間で温めて出すんですよ。すごい。だからお湯を溜めないんですよ。はいはいはい、はい、その分薄くなる、はい、その分お湯を溜めなくていいんで薄くスリム、はいはいはい、スタイリッシュなデザインの便座が多いと。なるほど、はい、一方機能も充実しているので、はい、まあ、いろんなこう洗浄機能とか、はい、まあ、綺麗な除菌機能とかもついてたりするものも多くなっていると、うん、はい、いうものになってきます、はい、ただその分ちょっと値段も高いというところで、まあ、ただあの安いトイレと高いトイレでもまあ値段差でせいぜい10万ぐらいとか、はい、まあ、他のところが比べるとそこまでボリュームじゃないんですけども、うん、はい、まあ、違いはありますというところでのご紹介になります、はい、ということで、まあ、あの予算200万と300万と、はい、まあ、簡単にご紹介させていただきましたけれども、やっぱ300万の方がいいですよね。そうですね、結構その効果もそうですけど見た目がだいぶ変わってくるなっていう印象を受けました。あとは今ご紹介したのは、まあ、内装工事込みのものもあればちょっとないものもあったんですけれども、はい、やっぱりその他のね、あの、まあ、クロス張り替えたりで、うん、床張り替えたりであるとか、はいはい、まあ、その他気になるところっていう風なところで、まあ、水回り以外のところも直していこうとすると、まあ、やっぱりちょっと200万じゃ厳しくなってくるかなと。やっぱ300万とか、はい、まあ、水回り4点プラスアルファみたいな感じになってくると、まあ、400万ぐらい考えていただいたりとかっていうところで、はい、まあ、あの、まあ、今回これがそのお客様 その予算を考える上での一つの、まあ、参考になればいいと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。